光ミュージアム救命昇降記念館は日本岐阜県高山市中山町175にある総合博物館である。事業主体は一般財団法人公ミュージアム。公開承認施設であり、県の登録博物館である。1999年4月8日、高市教信興が始祖と仰ぐ岡田光玉を検証する記念館の構想をもとに、 美術館と考古学博物館の機能を備えた総合博物館光記念館として開館した。同教団の本部総本山から北へ数キロの場所に位置する。建物は同年中部建築賞を受賞している。2002年には岐阜県教育委員会から登録博物館の認可を得2007年4月18日には文化庁から 公開承認施設の承認を得ている。国宝、重要文化財が展示可能な施設として認可されており、公共施設として収集した博物資料や美術品を公開し、地域文化の発展向上と国際交流の推進を目的として広く一般に利用されている。2013年2月27日より光ミュージアムに名称変更され、 2017年11月、一般財団化し、一般財団法人公ミュージアムの運営に変更された。建物は、マヤ文明の建物をモチーフにしている。内装の多くは、左官の長瀬戸周平の尽力により、2016年には展覧会も開いている。展示室は大きく3つに分かれており、自然主展示室、人類主展示室、 美術展示室から構成される。自然史展示室は約1万2千点、人類史展示室は約2千点、美術展示室は約1点の収蔵品を有している。美術展示室では、浮世絵と近代日本が洋画を展示している。浮世絵は、肉筆浮世絵約420点と版画約220点を合わせて約650点ほどを収蔵。 肉筆浮世絵は、かつて、ナスロイヤル美術館にあった、小針コレクションを、閉館後に、三一の危機から救うため一括購入したものが、中核となっている。また、近代日本画は、横山大観、竹内製法、上村松園、前田清村、宗方志向など、洋画は、モネやゴッホなどを所蔵している。その他に、アウレリアムニュスやロバート・ラウシェンバーグなどの現代、アートや、 市川米安、非、大天来、手島有慶などの賞のコレクションも充実している。人類史展示室では、旧石器の多成石器、メソポタミア文明、ギリシャ、地中海文明、エジプト文明、インダス文明、メソアメリカ文明、中国文明、縄文土器等の古代遺物、アンデス文明の文物を展示している。ひ田展示室には、化石や岩石のほか、 古代平地方のジオラマや恐竜に実物大模型もある。立ち、明稜海南200メートル先に、光記念館前バス停、南東500メートル先に中山町バス停がある。ありがとうございます。